こんにちは。今回の問題、かなり問題文が長いですけれども、きちっと条件まとめてもらえれば、そんなに難しい問題ではないです。問題の内容を確認しておきますね。機械で自動的に一定の割合でお菓子を作っています。まだ箱詰めされていないお菓子が100個になった時に、A が箱詰めを始めました。そうすると10分後、箱詰めされていないお菓子は200個に増えました。そこで B と交代したところ、交代してから20分後、ただ最初から30分後ですね。箱詰めされていないお菓子は160個になった。そこで A と B、この2人が協力して箱詰めを始めたところ、ここで変わってから10分後ですね。最初から考えたら40分後です。箱詰めされていないお菓子はなくなりました。この二人はそれぞれ一定の速さでお菓子を箱詰めしているものと考えると、機械は毎分何個のお菓子を作っていますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解きした人の視点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。かなり問題文長いんですけれども、こういうふうに条件整理してしまえば、これニュートン算なんですけれども、ニュートン算の中ではかなり簡単なもの、こういうふうに考えることができますね。最初の10分間でお菓子は100個から200個、100個増えましたね。1分間に何個増えてるかっていうと、1分間に10個増えています。これここに書いておきましょうか。こんだけずつ増えていっています。じゃあ、ここからここまでの20分間でお菓子40個減っていますよね。っていうことは40÷20。1分間に2個ずつ。これは減っていっています。ここは1分間に2個ずつ減ります。さらに A と B 協力したときに160個がなくなるまで、10分間でなくなっているわけですから、160÷10。1分間に16個ずつ減っていってます。こんだけずつ減っていってますね。それぞれ、これっていうのは A が箱詰めしてる数じゃなくて、機械ですね。機械が1分間に作っていってる量、これより A が箱詰めしている量ですね。これが少ないから10個ずつ増えていっています。機械が1分間に作るお菓子の量ですね。これ1四角とすると、こっちの方が A が箱詰めする量ですね。これより10個多い。こういうことがわかります。ここは B が箱詰めしていってる量ですね。こっちの方が1分間に2個多い。B 引く機械が作る量ですね。これとの差が2個。最後、A と B が作っています。A と B が作る量ですね。ここから毎分機械が作る量。これを引くと、16個。こういう風になるっていうことがわかります。じゃあ、これとこれ比べると、下の方が14個多いわけですね。っていうことは、A が1分間に作る量。これで14個ってわかりますし、これが14個ですね。14引いて10だから、機械が1分間に作る量。10+14で答え24個。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。